はい、皆さんこんにちは。サーバーワークス宮沢です。今日なんですけれども、データベーススペシャリティの、サンプル問題も終わりまして、ちょっと私一人で動画を撮らせてもらっているんですけど、皆さんどうでしたかね。サンプル問題、どれだけだとあれだと思うんですけれども、ちょっと今日はですね、この本どうだったっていう話をちょっとしていこうかなと思ってます。ちょっとまだ私試験受けてないんであれなんですけど、早いうち試験受けてちょっとどうなったか、ちょっとまた報告しますが、この本の話ちょっと軽くしたいなと思う。特になんかお金もらってるわけでも何でもないんですけど、私このシリーズすごい好きなんで、せっかくなんでご紹介したいなと思ってます。なんかこれもしかしたら第0回の時に言ったかもしれないんですけど、私別にそんなに AWS のこうなんかデータベースサービスすごい得意とかっていうわけではないんですよね。それなりに昔触ってたみたいなレベルの人が今回動画撮るために勉強し始めてるっていうような状態です。とサンプル問題も一通り山本さんと一緒に解いていってですね、この本をちょっと使って勉強している最中というか、一通りちょっと目通させてもらったんですけれども、そういった状況になっています。一応ちょっとデータベーススペシャリティっていうのが AWS のデータベース専門分野の知識を持ってるかを認定する試験になっていますというのが、ちょっとざっと再度ご紹介になります。と3時間の試験ですというような形になっています。ぜひサンプル問題と試験概要の話はうちのチャンネルにありますので、こちらぜひ見ていただければなと思っています。この本の話をちょっと先にするとですね、私はこの要点から攻略するシリーズはもう絶大なる信頼を置いているんですよね。特になんか根拠があるわけじゃないんですけど、やっぱ試験勉強するにはすごい勉強しやすい本だなっていうのが、私の感想なんですけど、率直に思っていてですね、この本頼らせていただいてるっていう次第ですね。 SA プロだったりとか、他にもいろいろこのシリーズあったりとかするんですけど、これで結構勉強したりとか、なんかブラックベルト読んだりとかするんですけど、そこの後とかのサンプル問題から自分が足りてない部分とかを洗い出したりとかするのにはすごい向いています。特に SA プロなんかではですね、1週間ぐらい撮ったって動画上げたんですけど、まさにこれの SA プロのやつかなを使って読んで、あ、なるほどねっていう形でやっていってるというわけですね。セキュリティスペシャリティも同じ感じかなでやって受けたというわけですね。はい、この本中を見せるわけにはちょっとコンテンツの都合上いかないんで、ざっとここにある見せられるとこだけ見せますが、これはですね、この採策本になっていて短期学習ができるっていうのと、まず一番大きいのはですね、ここにあるようにこう章立てがしっかりサービスごとにされているんですよ。例えばリレーショナルデータベースとか NoSQL データベースサービスとか、こうした書いてある通りなんですけど、なので分野されているので、そこで自分が足りないところから短期的にそこだけ補うっていう形の勉強もできますし、一番でかいのはですね、こう60問超える65問かな演習問題がしっかりついています。これがもう本当に一番大きいのかなと思っています。それを問題用意して解いていきますと、解いていってしっかり回答もついているわけなんですよ。8章の後半かな、しっかりついているので、そこまで読んでいくと、で理解ができなかった場合はこう前半部分のですね、各サービスのところとかを読んでいくって形にするといいかなと。あと解説でも非常にありがたいのはですね、例えばある問題ですと、本書参考ページ2-3レッドシフトみたいな形で書いてたりするので、なんか納得できないなっていう場合は、そこを読んでいくと理解が深まるのかなというふうに使い方ができるので、非常に良いというところですね。あとこの本書いてる方が実務やってる方なんで、そこも安心できますよね。3点目に書いてある通りですね。とにかく私もですね、この本を通じてですね、個人的に学んだことを話すと、私が現役でやってた頃っていうのは、RDS とか、ちょっとダイナモ DB があったぐらいだったんですけど、その後オーロラだったりとか、どんどんそのドキュメント DB 系が出てきたりとか、いろいろしていたわけなんですけど、まずびっくりしたのが、オーロラもそうなんですけど、実は RDS も細かく機能が私が現役でやってた頃よりもすごい増えていたりとかしたので、そこの差分っていうのはすごい把握できてよかったなと思っていたりしましたし、ドキュメント DB ですね、NoSQL とかそこら辺とかも、こういうことできますよみたいなことが分かって非常に良かったなと思っています。あと実際私があんま実務使わなかったこうその他のデータベースサービスっていう分野にある、エラスティキャッシュだったりとか、あとネプチューンとかもそうですかね、そういったところもしっかりこう網羅できてよかったかな。クラウドフォーメーションとかここら辺とかクラウドウォッチとかは他のなんか分野とかで分かってたので、6章7章とかぐらいはなんとなく分かるなっていう感じではできたんですけども、やっぱ足りなかった部分はしっかりコンテンツが充実してるんで、すごい良かったかなと思っています。なのでぜひですね、私一個人として良かったよっていうのも伝えたいっていうのがまず第一にあります。
ます。これ多分 Amazon に公開されてるんで見せても大丈夫と思うんですけど、こんな感じで、例えばリレーショナルデータベースのところで言うと、まあ、こういった形で解説と確認問題必ずついているので、ここでまず小テスト的に理解を深めていくのがいいのかなと思います。あとね、図があるんですよね。これやっぱでかいっすね。公式ドキュメントは別にいいんですけど、言葉だけだと分かんないですよね。皆さんどうですか？私は分かりませんでした。なんでこういう仕組みで動いてるんだよみたいな、右下のこの自動スナップショットと別アカウントで共有コピーみたいなのとかも、こういった図があるとよかったりとかしますよね。あとエラスティキャッシュのこうクラスターとか、こういったものとかも図があるので、試験を受けるにあたってですね、理解しやすいかなと。でサンプル問題もこんな感じで練習問題があって、正解がこうやって書いてあって、まあ、さっき言った通り本書参考ページここ見てくださいみたいな感じであるので、これを まずこなしていくといいのかなと思っています。SA プロの時にですね、私がやった勉強方法、まあ、これは私個人の勉強方法なんで正解じゃないと思うんですけど、私はですね、まあ、せっかちなんでどんどん勉強していくっていうのもだるかったんで、まあ、SA プロの時も同じだったんですけど、まず一旦現段階の知識を持って練習問題を一通り解いて解説を読んでいくっていうことをまずします。でそれをやりながら各章のですね、解説を理解していくっていう形でやりました。もちろん頭から舐めてってもいいんですけれども、まあ、ちょっと時間ももったいないなと思ったので、そういった使い方をしています。まあ、それでまあ自分がね、穴が開いてるところをチェックしつつ、そこを補っていくっていうするのが、まあ、この本がまあ要点が整理されてるっていうのがまさにそうなんですけども、そういった使い方がまあできますし、まあ、まさにこれが短期攻略できるっていう、短期学習ですかね、でしやすいように、まあ、まさに本当にその通りになっている本だと思いますので、そういった使い方は多分そう使ってほしいんだろうなって私は思ったんですけど、まあ、皆さんこういろんなどういうふうにやってるのかもぜひコメントとか書いていただけると、なんかどんどんこう皆さん、あ、こうやって勉強 AWS で勉強してるんだみたいなのが分かっていいんじゃないのかなと思います。ぜひなんかあればコメントいただければと思います。まあ、一応概要欄にこの本のリンクを貼っとくんですけど、買うか買わないか皆さん次第ですね。サンプル問題十分って方もいれば、まあ、スキルビルダーも無料で一応なんかあったりとかするので、それでもいいかもしれないんですけど、まあ、こういったまとまった本が、まあ、書籍はですね、やっぱこう綺麗にもういろんな人のナレッジで、まとまっているものになっていますので、やっぱそこは使いやすいかなと思いますので、見ていただけたらなと思います。なんかこうブログとかよく出てくるんですが、たまにこう間違ったこと書かれてて、誤認識した状態で試験受けてしまうと、その一問が命取りになってしまう可能性はあるので、こういった本ですね、まあ、私はネットワークスペシャリティ730点で落ちてしまったことがあって、非常にこう悔しい思いをしていますので、本当1問2問が命取りになってしまう可能性があるので、しっかりこういう教材使って勉強していくのがいいんじゃないのかなっていうのは、ちょっと私は切に思っているところではあります。というところで、まあ、今日はですね、12回目の多分この動画データベースになってると思うんですけども、まあ、この本が良かったよっていうのと、まあ、こういう感じで使ったらいいですよねっていうご紹介で、ぜひ皆さんもなんかもし勉強方法とかもあればコメント書いていただければと思います。というわけで今回の動画以上にしたいと思います。ぜひ皆さんもデータベーススペシャリティ受けてみてください。私も受けて、まあどうだったかまた別で動画出したいと思います。というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。